言わないよ、もうスポニチ以外には。ちょっと別に意味ないけど。加藤何は、俺はハム君じゃないよな。こっち、くだらねえピザ。そうだよな、膝から崩れ落ちて。ブクブク、加藤1秒は味わうかもしれない。今日でネジキ100回目記念らしい。ヒカキンが同じ場所でイチャイチャしてる間に苦しむね。本当変わってほしい。28連勝まで俺が本田翼とイチャイチャして、でショート動画とかも 2,3 本上げて、であいつが苦しんで、あいつ金クソ持ってんじゃん。だったらさ、先にあいつが苦しむべきじゃない。ほんでさ、28連勝まで本田翼と俺がイチャイチャして、その後にチェンジしてさ、俺が来ればよくない？普通に泣いてるんだからね、俺。俺、目薬じゃないよ。顔の肉が落ちすぎて人相悪くなってる。いや、じゃあそれ、坊主でさ、日が生やしてる。なんかちょろいね、みんなね。ちょっとみんな見てて。じゃあ、行くよ、おい、これ。これ、写メ撮っといて。後で送ってね。俺が今、髭剃ってくるから、な、お前らがいかに、自分たちの感性がいかれてるか。俺が今ヒゲ剃ってくるから、な、それで見とけよ。おぉおぉ顔もらってきたわ。え、17歳ぐらいに見えない俺。17歳ぐらい。14歳ぐらいに見えない。あ、そうだ。俺言ったっけみんなに。いや、俺言ってなくない？そう、俺村して抜けたっていうかさ、業務提携してもらったんだよね。報告しなかった。俺なんか、7月中に報告しようと思ってたの忘れちゃった。ごめんね、村してずらして。村しは置いてきた。こっから先にはついてこれなそうだからな。ははみんな知ってんだよかった。それならよかった。ヒカキンのウームポジションと同じってことでしょ。ヒカキンのウームポジションがごめんわかんない。何が変わるの？会社でやってる YouTube のチャンネルって、冷静に考えると、まあ一応法人の YouTube じゃん。でもさ、ちっちゃい事務所って、まあその多分社会の共通認識としてさ、ちっちゃい事務所って個人の延長じゃん。で、俺感覚的には個人の延長でやってたんだけど、とあるでかいゲーム会社の取締役が俺の視聴者で、ちょこちょこ Gmail にメール起こしてくるんだけど、まあ個人の延長、もちろんそういう認識、いやまあそれ見てる人はいるじゃん。もちろんそういう認識で我々もやってますけど、いや、任天堂とかじゃないよ、さすがに。視聴者が多くなってくると、例えば、10万人見てたら、それって個人ですかって思うらしいの、やっぱり。それって個人ですかって思うらしいのね。どうみんなは。俺は個人、正直さ、村下って個人じゃん。いや、目つけられるっていうか、でかくなるとさ、あれじゃん、その個人の延長じゃないくない？で、俺別に個人でやってるから、それだったら正々堂々、俺法人化もしてないし、完全個人にして、なんつうの、その、めんどくさい業務って言ったら、ジャスさん怒られるな。業務委託にした方が良くないっすかって言ったら、そうだねっつってそうしただけ。本当にそういう理由。そうするとさ、俺、むちゃくちゃクリーンじゃない？正直、個人だよーっつってて、個人でやってる人なんて、YouTuber、ゲーム実況者誰一人いないと思うんだけど、今、唯一生まれました。ゴリゴリの個人 YouTuber が。まあ、モコとかもそうなのかな？わかんないけど。俺、法人化もしてないから、もう完全、子です。いや、何の法人も持ってないから、俺。加藤純一だよ。ヒカキンの美瑛が再生回数2週間で1000万再生、なんか、ドゥン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 、意味がわからない。もうあれで俺は YouTuber 諦めた。もう俺 YouTuber 名乗るでやめようと思った。ああいうのができなきゃもう多分ついていけないんだなと思って、俺はもうついていけなくなっちゃって、それ以降マジで動画も誰の動画も見てない。俺はもう YouTuber やめようと思った。ラッシュやめたことでピザラッシュに影響ありますけど、ないんじゃないかな。そんななんか、そのせいで、じゃ、本当に、みんな、なんかさ、そういうことが起きるとさ、邪推してくるでしょ。なんかしかもね、スポニチかなんかが取り上げたらしくて、なんか、言わなきゃと思ってたんだけど、スポニチかなんかが取り上げたらしくて、俺がムラッシュと提携する形を変えただけで取り上げられるんだと思って、すごくない？ごめんね、今までスポニチバカにしてて。俺、スポニチのことなんか1ミリも信じなかったんだけど、俺これからスポニチ信者になります。よろしくお願いします。なんかあったら取り上げてください。夏の朝日新聞のこと聞くなって言ってたじゃん。俺はスポニチのことは考えなくて、スポニチなんて、真面目なこと書かねえだろ。これからは僕、スポニチです。カンコレで炎上してたからアクセス書きすぎだよ。
ざけんな。おてめえ絶対取り上げろよ。俺がなんか次、変なことしたら。俺マジスポニチ取るからな。インタビューしませんか？答えますよ、僕。今しかも電話かけてくれないですか？僕の携帯番号、ネットに載ってるんで、スポニチさんだけは今と、そのムラッシュ辞めた真実をあなたに話します。独占生告白。本当あるよ、裏が。いいんだね。言わないよ、もう、スポニチ以外には。あるよ、裏。いいんだね。ないんだね。あるけど、とんでもない裏が。絡んでんじゃねえの、宮迫とか、ひろゆきとかさ、ヒカルとかも。わかんねえぞ。可能性ゼロじゃねえぞ。いいんだな。じゃあ答えねえからな。ああ、もったいね。今だったら独占生告白してやったのに。気損ねた。スポニチバカだから本当にかけてくれ。めちゃくちゃ面白いじゃねえかよ。頼む、スポニチ俺に取材してくれ、頼む。地に落ちてるだろう。スポニチ、俺のこと取り上げるってことは、地に落ちてるだろう。ヒカキンが1億円の時買ったぞ。両手に家がついてるとか言ってたぞ。どうも、お前がどう思う、お前嫉妬してんだろ、お前。俺がどう思うかじゃなくて、お前がどう思うか俺に教えろよ。俺見たよ、その動画。さて、それでは、今回、私が買う、時計は、ブルルルルル、こっちってやつよ。で、俺はすぐパッて消した。何がこっちだよ。あいつの、柴田の、と、粗品の、と、ヒカキンの、俺なら三大変顔。四個目が、俺の笑顔のおっさん。結構肉薄してんだよね。ラファエル寒いよねーの時にあの動画。俺あれ待ち受けにしよっかな、携帯の。あれ以上にいいサムネってある ?YouTube に。ないよね。Twitter でお前の視聴者の男二人が裸で一緒に布団入ってるホモ写真投稿しててマジで気持ち悪いのが、じゃあ俺も入れて三人でやろうぜって言って。そういう企画。川の字になって寝てみた。キルバーンみたいに肩に乗せてよ。最近、空をさ、こうやって抱っこして、俺空のこと最近キルバーンちゃんって呼んでるのね。犬とか猫飼ってるあるあるだと思うんだけど、なんかとてつもない変な、8年ぐらい飼ってると、コミュニケーションがもうぐちゃぐちゃになってきて、変なあだ名つけがちって。俺最近空のことキルバーンちゃんって呼んでるのね。キルバーンちゃんってずっと寝てるんだけど。キルバーンちゃんごっこしない。で、ずっと空はもう本当に、感情、だからあいつ感情がない最近。俺が寄っても、キスしても、なんかずーっと、一点を見つめてなんかもう、テンション回らない。電池が切れちゃった。え、海外ストリーナーのティミー、プレデターからブロンズからプレデターまで、やば、54時間連続でやってたの。俺もやろっかな、じゃあ今から。その代わり俺の場合チートありな。加藤純一、今からマスター連れていくっていう企画。明日の24時までできるかな。俺はちなみに、今実力的にはゴールド2ぐらいだけどいい。チート使わせてくんない？俺だけ。チート使えばワンチャンいける。やるとしたらまあ、ハルとマックとやろっかな。あいつらでも喧嘩すっかんな。俺が止めてやんねえと。俺のことは聞くだろうから。年齢的にも。俺の方が15個上だから。おい、ハル、やめとけ。喧嘩すんじゃねえ。俺 IGS とかね。Come on! Get away! 言うこと聞くだろ、俺の。だいたいカモンとゲラウェイしかできないけど。俺もやろっかな。明日の夕方までに俺をマスターに連れて行く配信ってやろうかな。え、そして、でもさ、スケッターリーにしてほしい。最低、いや、まず、ユーフな、渋谷春、小丸、ユーリース、インペリアル春、それクラス、じゃなきゃやだ、俺。最低プロ。2時間交代で俺を連れてくる。俺、何がおもろいの、それ。俺、ただついていくだけじゃん。何がおもろいの、俺、それ。物資運ぶだけじゃん。それさ、マイナス叩いたら首。よくない？そしたらみんなも死ぬ気でやるじゃん。マイナス叩いたら首になるんだよ。だってプロなんだもん。それぐらいやっぱ見せなきゃ。お前上から目線で言うぞ。お前俺を運べんのかよ。本当に。弱いやつから呼んでって、最低打足さんから呼んでって。いや待って、まっちゃんでいいや。最初まっちゃんと俺と、だからオニアとかでやって、弱いやつから首にしてって、だんだん強いやつにしていくっていう。最初、ミャコさんとモコーだな。一番弱い。俺の周りで一番弱いやつ、ミャコさんとモコーだから。ミャコさん多分一回しかやってないし、スイッチで。パスワー使うだろうし。なんか病気とかでさ、まあ、病気、殺人、車の事故はなんか、やっぱ逃げ切れない。特に、癌とかだったら正直まだ、少なくとも3ヶ月ぐらい前から告知されてさ、いろいろ家族の心の準備とかもできるじゃん。でもさ、もうコロナとかなんて、こっちがさ、何の身構える前にさ、バーンって肺炎になってさ、で、志村けん死にましたっていきなり言われてもさ、脳みそが処理しないじゃん。俺だって最近だもん、うわ、志村けん死んじゃったんだと思ったの。
何年経った？ 1 年と2ヶ月ぐらい？もうびっくりしてるもん。志村けん死んじゃったんだと思って。そしたらお父ちゃんすぐ死んで、あの歌クソおもれよな。でもあの歌歌うとさ、会場がなんか、大丈夫なのかみたいな。あれ俺だけかな？クソ笑ってんの。他人の親の死だからあんまりネタにできないけどさ、最後の一言が、みたいなことした。あれクソおもろくない？あれ息子だから言えるよね。あれは、俺はめちゃくちゃ、俺それで霜降り好きになったの。そういうことですら、面白くしてくれるんだと思って。俺、俺はちょっとまだ質が低い。俺は人のせいにしてるから。スパイギアに殺されたって言ってんじゃん。それはちょっと、スパイギアに迷惑かけてるかなって思う。ソシナはちゃんと自分で処理してるじゃん。自分の家族内で。俺はスパイギアにクレーバーで殺されたって言ってんじゃん。エイペックスにも迷惑かけてるし、スパイギアにも迷惑かけてる。だから俺はちょっとまだ質が低い。ちょっと俺も質を向上していくね。次もし俺の親父が亡くなった時は、いい、もっと質のいい、質のいいお話を提供したい。ドラパルトに食い殺されたとかさ。ね、うちの母ちゃんと死因一覧教えてくんね。ドラパルトに食い殺された、スパイギアにクレーバーで抜かれた、あと何？チャーライフルで殺された。スパイギアのチャージライフルで殺された。スパイギアにカーで撃たれた。あったわ、そういえば。お前の誕生日ツイート突撃者アッキーからリフが来てるの。で俺さ、でも本当に情報弱者でマジで申し訳ないけどさ、ちゃんと俺いいねって押してた、全員に。俺もう本当、情報弱者なんだよ。わかんないんだよ。押せてた、ちゃんと。本当はね、もう、その、今コメントついてる2946件、全員にいいねって押したいけど、もう正直キリがねえだろ。だから知り合いの人だけはちゃんと、押すって決めてんだけど、逆に全部いいねしないってでも、いや、なんかそれもちょっとまたさ、別に嫌なわけじゃないから俺も。恥ずかしい。これなんか見てるね。俺恥ずかしがり屋なのね。だから、文で返すのとかも恥ずかしいの。俺この前ね、虫眼鏡が、俺が寝坊した、体調悪かった時に寝坊したとか言ってさ、虫眼鏡がリプくれてて、それに放送後に気づいて、え、なんて返そうかなって1時間迷った挙句にいいね押したのね。照れちゃうの。俺1時間迷ったんだよ、あれ。マジで。いや、なんか、文字だから、なんか、変な風に伝わっちゃうかな。いろいろ考えたんだよ。俺を東海オンエアに入れろとか、なんか、そういうのを書いたら、いや、でもなんか、嫌だよな、年、10歳ぐらい年上のやつからこんな暗黒放送のノリみたいなの押し付けられても嫌だな、なんかちげえな、つって、なんか、まあじゃあいいねって、こう、本当に、この気持ち届けよ。俺のいいねには、本当に、本当じゃん、みんなの軽いいいねじゃないよ。みんなはさ、なんかもう、眠気まなこでいいねって押すね。俺違う。本当にいいねっていういいねだからね。めっちゃいいねって。いいね欄見て内容教えたらいいよ。俺のいいね欄見よっか。じゃ、俺のいいねを辿っていこっか。すももさん誕生日おめでとう。まあ、こうださんおめでとう。ユーリースおめで、誕生日おめでとう。ブサイ、ニューブサイカーズおめでとう。まあ、この辺は、共演した人とか、関係性がある人。岸さん、小丸、会ったことないけど、俺よく小丸、小丸っていうふうな、大石さんとか、渋谷春、コンピュータソマダさん、虫目が、これ、まずここ。俺今返そうかな。本当はこれ、本当はこういうリップ返したかったんだって、もう返しておこうかな。今、勇気出して返そう、虫眼鏡。俺を東海オンエア、やめよう。やめよう。危ね、今、放送の悪いノリが、出かけた。俺を東海オンエアに入れろ！で、京ちゃんが、椅子から、すっ転んだところ、で、堀江貴文の、あ、そうか、ひもての引きこもりのクソツッコミしかできない人生の負け犬が煽ってんのか、マジで一生黙ってろよ、クソが。これ、俺のツイッターの本文、今、一生懸命生きていますのところ、これにするからね。ちなみに。あ、そうか。ひもての引きこもりのクソツッコミしかできない人生の負け組が煽ってんのか。マジで一生黙ってる、クソが。バッファロースポンタ、これ良くない？パパ、行っていいの？靴脱いで上がりなさい。ここが、A クラス！エルデンリングの発表。で、まあ、大石さんが、まあ、ね、手術されて、退院されたようでしょ？で、宮古さんが、これ、いいでしょう。初めて楽器と向き合った、初めてこの子が楽器と向き合った瞬間だったので、ずっと最初は、これだったらね、初めても楽器と向き合ったんだな。こっちをもう見てくれないんだな。遠い存在になっちゃった。あと、なんか、宮古さんのフォルガイズとかにもしてるな。これよくわかんない。コウスケの誕生日。意外と誕生日いいねしてる。俺さ、わかったわ。俺、ミャコと野球選手にしかいいね押してねえわ。時々猛攻。あ、ごめん。このコウスケのいいね外しね、ちょっと待って、なんでいいねしてねえのに、てめえこういいね。おかしいだろ、おい。おい、いいねしてねえのになんか紛れ込んでんぞ、こいつ。
いいねしてないじゃん俺。してないじゃん、いいね。レンタリスト大吾に母親出しにして嘘泣きして、こいつはしぼんだ金玉みたいなやつと批判した大物 YouTuber さん、生活保護受刑者を叩いた発言が発掘され 炎症、ね、ごめん、そいつが炎上したかはどうでもいいけど、金玉、しぼんだ金玉みたいなやつだなっていうワードが気に入ったから盗むな、俺が。お前が炎上しようかどうでもいいわ、俺は。関係ねえから。その代わり、おめえしぼんだ金玉みたいなやつだな、俺が気に入ったから、それ俺が言ったことにしろ。なおかつ加藤純一からしぼんだ金玉というワードをパクっていた模様って書いておけ。秘宝。さらに、余罪。2011年12月に加藤純一がしぼんだ金玉みたいなやつだな、と発言していた模様。スポニチ書け。俺が村氏辞めたことより、そっちの方があれだろ、いいだろ。スポニチあたりが明日書いてくれるだろ。ちっちゃい。俺に連載させてくんない俺に。ね、スポニチ俺に連載させてくんない？お願い。いいじゃん、もうスポニチ。俺に連載させて。何を連載するんだよ、わかんない。わかんないけど。わかんないけど、いいじゃん。連載ちょうだいよ、俺に。なんで？俺とスポニチの仲じゃん。虫眼鏡に変身すらかけない。いや、お前迷うだろ。じゃあ、嫌なんだよ。じゃあ、みんなにだったらすぐかけるよ。俺だからツイートするのとか、俺5時ありまくりじゃない？あと文おかしくない？あれ考えないから、バーって書いてポンと押すから、いいんだけど、自分と同じ立場の人じゃ大きくくると、ストリーマーとか YouTuber って、やっぱ向こうのノリを考えなきゃいけないじゃん。例えば、俺がさ、おい、俺は東海オンエアに入れろよなんて別に俺の配信だといくらでも言えるじゃん。でもそれ言ったことによって俺の視聴者とかがさ、勘違いしてたバカみたいに言ってさ、おい、なんで純を東海オンエアに入れないんだ？夢丸なんか別に大して人気ないんだから首にすればいいじゃないか。あいつしかも結婚したし、東海オンエアなんて女の子のファンいっぱいいるだろ。夢丸首にしろよとか、バカがさ、アホみたいに書きに行くだろ。俺夢丸も好きなのね。そういうのをシミュレートして、ああ、ダメだなー。で、次に書いた文は、ごめんね、今度一緒に野球しようぜ。ちょっと待てよ。ビビビビって動いて、おい、なんで向こうずお前、おい、向こうずの動画になんでお前出てくれないんだ。お前はウームだから、あんな弱小コミュニティとは関わらないのか。え、向こうは笠原と絡んでるから、お前さ、中日でさ、始球式してたけどさ、笠原は12球団出来になってるけど、そんな人だと関係性匂わしていいんですか。あなたも賭博擁護派なんですかみたいな、もう、やばい奴らが、言っちゃうんじゃねえかと思って、やめようかなって消して、もうそれだけで20分、文字にならんかった。でちょうどその時虫眼鏡がラジオしてて、それを聞きながらこうやって、俺何言ってんだろうと思っていいねをした。こんなバカなことしてる時間もったいねえわ。いいねにしようと思って。いいねにしました。どう？正解だった？ごめんでいいや。おもんないや。なんか、ごめん。だから、ごめん！丸にすればよかった。相手が荒らされることをめちゃくちゃ心配するってことさ、つまんねえやつのノリってさ、つまんなくなるじゃん、すべてが。周りを巻き込んでつまんなくするからさ、しかもネットやってるやつってそういうの自覚ないやつクソいっぱいいるから、なんかかわいそうだなと思って。何よりも、差別発言で炎上するより辛いからね、俺。本当にそう、つまんねえノリを。一番今最近つまんないのは、放送開始前の、おい、今日中止だったぞ。俺多分死んでも乗らないけど、ずっとやってていいけど、俺あれに乗るぐらいだったら黒人差別して、その首切って死ぬわ。もう辛い。大々的に、もうタイトル、今日は黒人差別しますっていう、予約枠取って、死を選ぶと思う。なんで知ってんの？もう見ないようにしてるから、もうその時。ビルドで出てた AV 女優の岡崎エミリが今年お前と DM で話したけど盛り上がらなかったって言ってた。いや、そんな、お互い口説き合おうなんていう気持ちないでしょ。なんか聞かれたことがあって、そうですよって答えただけで、そんなさ、ゴリゴリに、おいおいおい！ザッキーそろそろ飯行こうぜ！ふぅー！みたいな、キモいだろ、俺逆に。彼女、俺好きだからさ、尊重してあげなきゃいけないじゃん。聞かれたことに答えただけで。でもやっぱね、陽キャだからさ、陽キャだから、なかなか、照れちゃったっていう部分もあるで。加藤純一は陽キャですか？加藤純一は加藤純一だよ。別に陽キャでもなんでもねえよ。田舎ってそういうのあんまなくない？概念なくない？田舎に陽キャも陰キャもないんだよ。そんなに、いや、モテるやつとかいたよ。だからといって、そいつがなんか、周りを見下してるような様はマジでなかったな。だから、俺別に友達少なかったけど、多分みんなで飲み会しようぜって言ったら多分2、300人ぐらい集まるぜ。俺と仲いいからとかじゃなくて、あ、まあ、行くか、みたいな。同窓会とかじゃなくても。あ、俺は声かけないよ。いや、俺友達マジ少なかった。だから、みんな一緒にいるのが当たり前だった。これか、こういう感覚ってないよね。友達の友達、あいつか。だって、俺会ったことないやつとかも、うちの姉ちゃんの、後輩だからっていう理由で、おい、ジュンみたいな。
ありえなくない？うちのお姉ちゃんすごいモテて、友達もめっちゃいっぱいいたんだけど、俺まっちゃんと仲良くなったの高3なんだ、高2ぐらいか。まっちゃんの友達から先に仲良くなってたの、同じ高校じゃないのに。1時間ぐらい離れてるところの奴らとかが、こんなこと言ったら気持ち悪いけど、お姉ちゃんのパンツ盗んできてよとか言われて。俺姉ちゃんのパンツ盗んでそれで投げ出してたんだよ。おめえしょうがねえなって初対面だよ。ちょ、頼むから姉ちゃんのパンツ盗んできてくれって言ったのがあったよ。パンツ俺盗んだんだよ。多分、リアルに200人ぐらいのコミュニティがあったの。いじめとかだから本当になかった。ハム君いじめてたって話聞いたけど、俺それマジでわからねえんだよ。なんか、ハム君って何って俺聞いても、みんなも知らない、俺も知らない、まっちゃんも知らない、誰なのそれ。昔のお前が言った、いやだからなんか、お前が AV 男優の先輩に部屋貸した時に、ハム君って呼ばれてたって自分の話、それってもう大人になってからだよ。呼ばれてたのかな俺。ちげえ、俺、じゅんいちって呼ばれてたぜ。それ噛んだ時に名前がハム君に聞こえただけってずっと言ってる。お前はハム君じゃなくて加藤じゅんいちだろ。危ない。今、自我が、俺も今、乗っ取られかけてた。俺は加藤じゅんいちだ。俺はハム君じゃないよな。どっちだ俺は、本当の。この話よくわかんないから、お前、てめえらがしてんだろうがよ。てめえらがしてるから今俺なんだろう。俺がさ、ねえねえ、俺ってハム君って言うんだけどどうって。俺から言い始めたかなあ。すげえそういうのに敏感だよな、お前ら。友達とか、ほんと友達いなかったんだな。俺友達多くねえっつってんのにさ、なに、4、5人友達がいるだけでさ、嘘だろ。おい、友達なんて都市伝説だろ、みたいな。友達なんかいらねえよ。お抹茶とも縁切るめんどくせえから、くせえし、あいつ。ほんとにツイッターブロックするわ。いや、ほんとブロックしよう、俺。理由は、くせえから、あいつ。くせえし、なんか、うち来た時に風呂とか入ってほしくねえから、脇がくせえから、ちょっと。もう縁切りました、今。0人です。僕。今。あと、わしぼしって俺さ、ごめん、ほんとにわかんないけど、それってさ、今さ、俺聞いていい逆に、室井明憲最強みたいな感じじゃないの、それ。それなんなの、マジで。俺理解できないんだけどさ、なしぼしなの、どっちなの、わしぼし。おいっ子にわしぼしあげなかったからってこと？俺その話前したよね。だって俺さ、わざわざおいっ子に、それあげに、まっちゃんと二人で、俺その時車持ってなかったから、実家帰って、スイッチかなんかの、俺したよね、前ね。スイッチかなんかの、ネットに繋ぐのに、どうすればいいんだっけってみんなに言ったよね。それをってこと？オンライン入れなくてあげれなかったけど、ちゃんと見せて、めでて、今俺のスイッチ、実家に置いてあるからなって言ったよね。それをってこと？それがなし星なの。しかもごめん、俺わし星じゃなくて、俺、うちの甥っ子が好きなの、ボーグルな。ボーグルの子供がわし星だからってこと？いや、それしかも多分、その問題、一昨日も来たわ。お姉ちゃんから、ねえねえ、まだオンラインできないんだけどさ、どうにかしてくんないっつって俺が、調べらんねえよ、みたいな。いや、なんかできねえんだよ、マジで。子供用のスイッチって、ネットに繋げられないのね。ツイッターで甥っ子喜んでた。めちゃくちゃ喜んでたよ。なんなら、その子供、うちの甥っ子の友達みんな集めて、おい、この話もしたよな、おめえらのおかげで。俺その時よ、むちゃくちゃ大山の大将だと、あいつらもう俺逆らえないみたいな、失礼だよな。なんか、その時、だから、渡せなくて、そのスイッチ置いてきたぞ、俺は。だからしばらくスイッチできねえわ、とか言ってなかったっけ、これ。多分俺してるぜ。どっかの、スイッチか、なんかに、録画残ってんじゃないか。e ストア、ポケモンって交換するのに、ニンテンドー e ストアのアカウントかなんかが必要で、その e ショップのアカウントに繋ぐのには、子供じゃ繋げねえんだよ。そうすると、なんか、親機の、みたいな、ないよ。そういう設定あるでしょ。子供いる人だったらわかるでしょ。親機の、なんか、パスワードみたいにいるよね。ローカル制限みたいなのがあるのね。で、言ったら、おい、オフライン交換できるんだろう。できるんだよ、みたいなコメントもあったよな。そう、保護者ロックみたいなのがあってできなかったんだよ、みたいな。いや、嘘じゃん。ほんとだよ。なんでそんな嘘つくんだよ。俺だって、その時、意気揚々とみんなに話したもん。おめえバカでもクソ喜んだぞ。目の色が変わってよ。あいつが色違いになってたわ、みたいな話しなかったっけ？直後にしてたよね。で、その後すぐコロナになっちゃったから、なかなかあれだけど。なんか確かそんな経緯だったと思うよ。そんで俺は気分良くしてまっちゃんとパチンコ打ちに行ったの覚えてるもん。まあ本当は嘘だけどね。500円で売ったよ、俺。あれ。俺そういう商売してんだ、裏で。てめえら騙して、なんか色違い盗んで。バカじゃん、みんなって。そのスイッチの設定したやつに任せればオンライン買えるはずだもんね。それが俺だったらしいのね。それが俺だったらしいの。わかるわけねえじゃん。俺がスイッチ買ってあげたのね。お父さんが、
なんか、任天堂 3DS 買ってあげたから、じゃあ俺がスイッチ買ってあげるよ、みたいな。その話もしたら、で、俺がネットに繋いであげたらしいの。で、俺がパスワードなんか覚えてやつねえじゃん。そしたら、パスワードをお忘れの方は、こちらっつって、なんか、なんか変な、親の、なんか、やつをログインしてくださいって、もうそっちもログインできねえし、あ、もういいよ、ほら、な、これはおめえのもんだって、なんかそう覚えてるわ。ソファに寝っ転がって、おい、来い。これはおめえのもんだからよ。しばらくおめえが持ってろ。わかんねえよ。教えてくれ、逆に。な、そんなのだ気がする。わかんねえ。でも確かに見せたよ。だって見せ、俺だって、好きじゃねえもん。なし星。わかんねえんだから、ちゃんと今度からなんか、説明大臣みたいなのやって。わかんねえもん。だからおめえらのコメント言っちゃう。見てみろ。わかん、こん、なんつうの。わかんねえから。石より硬い頭は何なんだ。知らねえ。あれ誰だよ。意味がなくない俺が。俺がな、だって俺そんな色違いを欲しかったらさ、もらうし。ガキかませる必要なんかねえじゃん。おい、てめえら罰として今すぐ色違いの無限ダイナ送ってこい。お前が子供使って人気上げようとしてると思われてる。お前なんか YouTuber 舐めんな、バカ。そんなんで人気上がるかや。ほんとお前らバカなんだな。子供使えば人気上がるんだな、みたいな。俺この前黒人差別で炎上して人気上がったんだけど、ちょっと。人気上がるんだったらいくらでも出すけど、で出そうか、じゃあ今から。で、本気でそうやって思ってる。そんな単純なことじゃないよ。俺が子供、しかも俺、待って、おい、ちょっと待って、俺さ、子供ガチで好きなのにさ、これから子供出しづらいんだけど。いや、俺もおいっ子ならしづらいんだけど。そもそもおいっ子いないだろ。食べちゃったからね、俺。なしイコール加藤純一のアンチって意味で、なし星ってのは、わし星の名前のポケモンをもじったもん。っていうのを、俺が理解できると思う。そんな、あ、なるほどね。なしっていうのが俺のアンチで、わし星の、一文字目をもじったやつなんだ。いないでとかやさ、ポケモンのネジキやってる時に、俺そんなことまで考えなきゃいけないの。36歳になって。ただでさ、ツイッターのさ、なんつうの、リプランの見方がわかんないって相談してたのに。欲しくないもん。おいっ子の株上げたかっただけだけどさ、なんで、しめしめ、ロードオブザリングのフロドバギンスみたいにさ、指、これは僕のもんだって思ってるでしょ。俺、さすがにもうちょっと欲しいもんある。サンローランの財布が欲しい、みんなこれ。なし星より。さすがに、俺あれ、おいっ子に、の、なんていうか、株上げたいがためだけにやった報道だから、世間に対してとかじゃないよ。なんならあの時俺叩かれてたからね。なんか、おいっ子に、プレゼントするのに、なんかみんなってほんとそういうとこ忘れてる。俺すごい覚えてんの。でもそういう世間の声無視しても俺は、おいっ子に、色違い見せたいと思ったからやってたのよ。俺めちゃめちゃバッシングだったんだ、あれ。おいっ子に、あげるのに自分は努力しないで、みたいな。でもそれでも、あげたい。マジマジ。あげたかったから、俺だってポケモンはもらわないっていうポリシーがあったのをどうしたんだみたいな。お前のアンチがいろんな配信者のとこ行ってその手で話してる。関わらないでしょ。モコウとか抹茶の配信にもなし星来てた。でも抹茶は絶対分かってないと思う。何これ、なんだこれ。抹茶切れてたの、ふざけんなよって。くだらねえピザ。そうだよな。冷静に考えたら。冷静に考えたら、くだらねえよな。布団は、なし星をお前の隠し子か何かと勘違いしてた。もうあいつはもう黙っていてくれ。俺ですら情弱なのに、俺の上を行く情弱だから、もう抹茶は黙っていてくれ。関わらないでくれ、しばらく。隠し子疑惑とか結婚してた疑惑でな。すごくない？ちょっと待って、それは興味ある。どういうところから隠し子疑惑と結婚疑惑が出てきたのかだけちょっと教えてよ、最後に。配信中に子供の声が聞こえる。それお前、それ霊じゃねえかよ。霊。それ前もあったんだぞ。レジディア住んでる時に、バーって駆け上がってって、うなちゃーんって言ったら、上で女が匂わせしてるみたいな、って言われたことあります。あと俺が、プーっておならしたら、今女の声がした。俺それぐらいからみんなのことを信用しなくなったのね。俺が、ちょっとキーの高い、プーっておならしたのね。そしたら、今、はい、おい、順に彼女ができたぞ、みたいな、なって、何のこと言ってんのつって、めちゃくちゃその時もなんか連投されてて、何のこと言ってんのつって、それ見たら、俺のへの音、プって。お前ら俺のへを女と勘違いしてんだよ。天皇ザイルでお前がベビーカー押してんの。俺、天皇ザイルでベビーカー押しながら歩いてたらしい。なんで写真撮らないのじゃあ、それ。なんで写真撮ってくれなかったの。俺も見たかった。俺に似てるやついっぱいいるから。女を土下座させてるやつ、山手線で、進撃の巨人みたいな感じで裸で走ってるやつ、天皇ザイルで子供をしてるやつ。なんで写真撮んなかったの？撮れよ。いや、でもさすがにさ、
俺そしたらさ、なかなかこういう、なかなかこういう暮らしできないぜ。隠し子いたら、子供いたら配信はなかなかきちいわ。平日とかは、やっぱむ、いや、俺が変わるタイミングって唯一そこだなと思う。やっぱ子育てって一人じゃできねえよ。うなちゃんマンは、子供だってよ、女が一人で育てりゃいいんだって言ってたけど、まあでも俺はよ、なんかそのネットでよ、俺を用いてよ、なんか遊んでくれるの本望だからいいんだよ、別に。なんかあんまりさ、自分のことだから擁護したくないけど、幸せなニュースじゃん。その程度でなんか、ガチャガチャやってるうちはさ、なんか、いいじゃん。コロナとかよりは。平和だなっていう感じ。わしぼし配信者反応まとめ。ふとんちゃん、そういうノリ、マジでつまらん。ちなみにあいつには隠し子がいるぞ。もこ、わしぼしあげてませんってさ、それ普通におもろいやろ。おえちゃん、そんなことより観光に出る必要は元からなかった。意味がわからん。もう刺さってないじゃん、こいつらにも。こんな奴らにさ、刺さってないじゃん。おい、スポニチてめえ取り上げろよ。加藤十一が、なしぼしや、息子かなんだか、隠し子にあげてなかったって、てめえ絶対取り上げろよ。俺、スポニチの取材だけには答えっかんな。裏あるからな、これ、ちなみに、ガチで。みんなに言えない裏あるよ。俺もスポニチにしか、俺は、口開かん。引けすんなよ、ダサいな。火ついてねえだろ、別に。ついてねえよ。なんで俺そんな、すごいちっちゃい、なんとかこうやって、火をこうやって、お前が今こうやって運んでんだろ!なあ、今お前こうやって火運んでんだろ!まとめサイトにお前ふざけんなって感じだな。俺さ、すげえ人気者になったんだね。俺さ、まさかさ、結構人気者になってきてる。すごくない?南西のわしぼしすれ勢いが1位になってる。アンチによる喧嘩によると、この前切り抜きを大粛清したのは、わしぼしの連投が効いてくるらしいぞ。なんでこのタイミングでって教えてくるから、なんか俺のね、まあ、友達とかにも、なんつうの、あれが出て、影響が出ちゃうから、出てるのね。なんつうの、俺の切り抜きってさ、俺が友人の話をしたところとかさ、例えば抹茶の顔とかってさ、なんかもう使っていいもんだと思ってる人いっぱいいるじゃん。でも使っちゃいけないじゃん、本当は。例えば、モコとか。俺が責任取れないから、ダメなんですかって、まあ、じゃあ、なんつうの、ネガティブな話。いや、本当にだから、この切り抜き文化を流行らした西村博之は、責任を取らなきゃいけない。で、マジでめんどくさいの。で、俺は、正直、美味しいじゃん。そっから視聴者集まってくるから。だから、うまいことやれよって、俺もう、何回、もう、何千回言ってる。うまいことやれよって。でもやっぱ、うまいことやれないのね。どん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 、ダメは決壊していくの。だから、定期的に、切り抜き消してんだけど、これはでも、もうこれからも、口を酸っぱくして言ってくわ。うまいことやんないと、問題が起きた時に、で、言うの、この切り抜き消しますって言うと、なんかその切り抜きのことを好きな用語がめっちゃ来るんだけど、じゃあ分かった、じゃあお前全部責任取れって思っちゃうのね。お前の免許証俺に送ってお前が責任取れ。なんかそれによってなんか誰かが訴えられて示談金払ったらお前が全部責任取れって思っちゃう。ってな、ほんとそうなっちゃうの。俺は責任取れないのね。悲しいけど、もうマジでそういう問題が起きすぎて、マジでみんな俺の周りの奴らがさ、優しいし甘いから、例えば向こうとかも嫌な思いしてると思うのね。勝手にミャコさんとかのやつも上がるわけじゃん。もしかしたら嫌な気持ちさせてるかもしれないじゃん。俺だからその、たまに消させるんだけど、俺そのピンクの切り抜きの配信者と、投稿者と俺繋がってるから、例えば、なんか俺ね、コウスケのことを喋ったのね、俺が。それをまとめてあげて、俺すぐ消させたの。なんか名前忘れちゃったけど、なんか消えたやつなかった、コウスケのやつで。あれそれ、なんか、コウスケに許可取った。あ、違う、思い出した。コウスケが炎上した時かなんかに、俺が話したんだ。で、コウスケの顔写真付きでそれを切り抜きであげたのね。それ違わないと思っちゃって、俺。でもその辺のさ、感覚ってさ、多分やってる人とさ、切り抜きってさ、正直バカでもできるじゃん。あんなのさ、切り抜いてあげるだけだから、自分の責任なく。でもさ、俺が喋ってるからさ、孫をことなき、俺が責任を取らされるのね。で、まだ100歩譲ってそれだったらいいんだけど、俺も利益得てるから。でもさ、それを、俺の切り抜きがあげて、ミャコさんが責任取るとか、モコが責任取るとか、まっちゃんが責任取るとか、おえちゃんが責任取るみたいなのは、もうめんどくさいのね。みんな優しいから許してくれるけど、もうちょっとそれまじいなと思って。だからっていう理由だよ。なし星じゃない。ごめん。それでもオブラートに包んでもう伝わるかなと思ったんだけど、リアルに、もう本当に接続がなくなってきちゃってるの。だから、俺みんなのことが憎くて消すわけじゃないってさっき言ったじゃん。ある程度数絞って、俺が管理できる中でやっていきたい。っていうこと。一回こういうのはピタッと区画整理した方が、うまいことになるの。そしてもう、その違法で上げてる奴らにも得なの。俺はだから言ってんじゃん。その、広報になるんだったら、やっていいよって言ってんだろ、ね、だから、
言い方聞けよ、あんな今ぐらいバカだらかよ、あんなガチャガチャ言われんのがめんどくせえから。って言ってんのね、俺は。ずっと言ってんじゃん。今俺、俺じゃないよ。俺今、俺、いいよって言ってないじゃん。で、絶対そのラインって俺に任した方が絶対にいいの。お前のアンチチャンネルだけお前に10割借り入るんじゃねえ。あと、なし星まとめたやつな。俺許さねえからな、てめえ。俺の闇やばきやがって。お前覚悟しとけよ。なし星まとめたやつ。俺が子供騙して商売してんのによ。お前の切り抜きの一個が横山みどり切り抜きに変装してばっかり撮られようとしてる。知ってる。あれでしょ、俺全部、俺目つけてっからな、てめえ。お前、これ、お前、報告いっぱい来てっからな。違法ミラー。今もミラーしてんだろ、てめえ。横山みどり切り抜きって言ってたって、ひろゆきのやつとさ、みどりさんのやつ一本ずつ上げてな、チャンネル登録者数10万3000人のやつ。おめ、てめえ目つけてっからな、おめえ野郎。俺の黒い、お前、俺の目が黒いうちはおめえ悪させねえかんな。で、まあ、それはまあ、おもろいじゃん。で、なんか、ちょ、そういうめんどくさいことが立て込んだ時だけは、もうなんか、いいじゃん。そうやって素直に言うこと聞くのが一番いいんだって。楽なの。ガチガチに締め出したりしないじゃん、俺は。締め出そうと思えば締め出せるじゃん。ボタン一つなんだもん。何の苦労もないんだよ。MCN 入るだけなんだよ。誘われてるんだよ。でも入ってないんだよ。それはいいじゃん。そこが真実だっていうのはもう、火を見るよりも明らかじゃない。もう火を見るより明らかじゃない。お金増えます。しかも、5倍にも10倍にも増えます。責任も逃れられます。それしてないのには理由があるわけじゃない。理由なくしてないわけじゃないよ。これがどういうことだかわかるか？終わりってことだよ。お前の公認カッコピンクが人の写真勝手に使ってる。いやだからそういうのも、俺もうこれから管理するって自分で言ったから、禁止事項を設ける。他人の写真使うときは、目隠せとか。どうこれ。すごい優しくない？使うなって言ったらいいんだよ。綺麗事言ってねえだろ、おい、目隠せとか。俺綺麗事言ってねえだろ。俺真実を言ってるから今。目隠せとか、ぼかせとか。おい、歌えるなやつ参考にしろとか、そういうルールを、俺がバシバシ今から言ってるから。で、ある程度、こういう動画は、まあ、知人に対するネガティブな話とかは、抹茶以外はやめてっていう。あと、個人情報のこととか。俺のやつは、まあ、やっぱ言うとおもろかったらいいけど、言っちゃいけない個人情報のやつとか、多分あるじゃん。そこは隠してやってくれとか。テレビみたいに微妙に似てない似顔絵。それ使おう。歌番組のさ、右下に出てるやつ使おう。今だったら俺、1枚、俺金出すぞ。その専属絵師雇うわ、俺が。あれ、いいな。36時間元何しよう？なんか逆に教えてよ。俺もう体仕上がってるぞ。いつでもって感じ。俺今週末やりたいけど多分、決まんないよね。おい、マジ、おい、ネジキやったら俺が俺でなくなる。マジで俺が俺でなくなる。例えば、1日目の45連勝とかで負けたら、俺が俺でなくなる。背中から羽が生えてきて、サードインパクトが起きちゃう。上に、カオルくんをスタンバってないといけない。マジでサードインパクトが起きる。無理。決着つけようかな、でも。今週の土日、それで負け、いや、おい、決着つけようかな、マジで。いや、もう36時間とかじゃなくて、金曜日の夜から、もうクリアするまで寝ない。クリアするか気絶するまで、やめねじき。配信者生命が終わってもいい。アフガニスタンの話ごめん、俺、マジで情弱だわ。アフガニスタンに何が起きたか分かってない。政権革命が起きたんだ。タリバンに乗っ取られたの。反政府勢力がの、とんでもないこと起きてるじゃん。国家転覆したってこと。教科書に載るレベルじゃん。ガチで。アメリカは撤退したんだ。お前のマイクラも戦争になってる。なんで幸せな国なんだ。日本に生まれたことを本当に俺は感謝しなきゃいけないのかもしれない。アフガニスタンでさ、国家転覆が起きてしまった日にさ、なあ、ポケモンとかマイクラで炎上してんのは可愛いもんだな。加藤さん顔の彫り深いけど誰に言ったんですか？おい、整形整形。プロテーゼとかで。無理やり。ゴリゴリに。じゃないとこんなね。あんまり顔触るなよ。俺前言ったよな。整形の女を見抜くコツは鼻触れって。おい！ふざけて、なんでだよって、これにパンと当ててみ。それで、必要以上に発狂したら、一旦、ねえ、やめてよぐらいだったら整形してない。ねえ、ちょっと、ほんとやめてが整形してると。これ以上はしてる。これマジだから。もう統計出てるから。ちなみに、そんな人会ったことない。こうやってなんか適当なこと言ってみんなが試してくれるかなと思って。俺、それ友達に話しちゃった。マジで肝がられてるぞ、お前。いきなり鼻殴れとか言ってたんだけどさ、やばくない？整形してるやつは部屋真っ暗にしてから下からライト当てるといいぞ。そんなことするんだったら、もう聞けばよくない？ねえ、お前整形してるって。もう、こんなさ、不自然じゃない？こうやって。え？ねえ、ちょっと別に意味ないけど、つってこうやって当てるの不自然じゃない？そこまでやるんだったらもう聞こう！抹茶になったらね、多分ね。
俺わかる。あいつ本当に最近本当にデリカシーないなと思ったの、思ってるんだけど。想像、容易に想像できる。ねえ、お前さ、笑うとすごいさ、歯茎が出るけどさ、それはさ、解剖生理学、あいつなんかすぐ医療と絡めて説明しようとするから、なんか、向こうがもうほんとシュッとしちゃう。そのね、笑ってるやつはね、なんとかスマイルって、ガミンスマイルって言ってね、なんかね、それはね、あれなんだよ。病気じゃないからね、別にね、あれなんだよ。絶対、言うと思う。この前一緒にアークやってる時も出たんだよな。超デリカシーね、と思った。なんだっけな、めちゃくちゃ笑ったんだよ、それ。かげろう。俺すごい好きじゃん。シャドウコリド。もう大好きなゲームなのね。かげろう、めっちゃおもろかったよって話したら、ああ、あれ、天狗ちゃんがやってて全然面白くねって言ってたよって言ってきたのね。それってさ、まずさ、俺好きだよって言った俺に対しても失礼だし、それ面白いって言って見てた人たちにも対しても失礼だし、その場にいないのに勝手に暴露された天狗ちゃんにも失礼じゃん。まして会社の人にも失礼じゃん。俺はつまんなかったよっていう、分にはいいんだよ。いや、俺は全然合わなかっただったらありなの。それって意見だ。同じ意見だから。でも全然知らない第三者引っ張り出してきて、あいつつまんなかったって言ってたよって意味がなくない？あれ、全員、地球上の全員傷つけて、ふーんって顔してたじゃん。まあでもあいつにとってのメリ、あのね、あれ長所だからね。デリカシーがないこと。おもろいじゃん。本当に性格悪いんだなって思うのはさ。俺たちやっぱ、ちょっと性格いい人一人もいないから、俺の周り。ヨッチも、ね。酒飲んで暴れて、道端の女にさ、ペットボトルでブーってきっかけて、後ろからヤクザみたいなのが、てめえもんやろって言ったら、なんでもねえやろって言って、弱えくせに喧嘩して、俺がすいませんすいませんって謝ってなんとか行かせるとかさ。天狗ちゃんは天狗ちゃんでゴミだし、あいつこそ世界一弱いのに喧嘩っぱいくてすぐぶっ飛ばされるし。で、なんか酔っ払って調子こいて、タクシーの運転手に切れて、ふざけんなよとか言って、そいつがなんか半グレのタクシー。ハングレタクシーみたいなやつがいるらしくて。で、酔っ払ったベロベロの勢いで、財布落として、ハングレタクシーのやつが、てめえ女やろって、その財布の、学校を特定して、てめえ女やろ、おめえよくやってくれたな、つって、雀荘に二人で泣き、頭丸めて泣きながら謝りに行くからさ、よっちゃん、ゴミなのね。死んだ方がいいの、マジで。でも、生かしてください。僕たちを。こんな僕たちを。で、俺に一緒に謝りに来いって言われたんだよ、二十歳の頃。なんかさ、ハングレタクシーに捕まっちゃってさ、俺たち酔っ払ってさ、なんかさ、喧嘩腰になっちゃったんだよ。その時にさ、財布をタクシーの中に落としてさ、そのハングレタクシーの運転手にさ、よりによってよ、今日本で一番怖いとされてる雀荘に呼び出された、雀荘に呼び出されたんだよ。なんでさ、おめえ多少弁が立つからさ、代わりに謝りに行ってくんねえかって、俺を売ろうとしたんだよ。何にも関係ないのに。一緒に来てくんねえって言われたんだよ、俺。ハングレタクシーの運転手に謝りに。なんで俺が行かなきゃいけねえんだよ。やだよ。ぶっ飛ばされたらしい。で、なんか5人組みたいなやつが出てきて、てめえおねやろクソが、調子んねえのおねやろ。俺はそれでクソ笑った。おめえらがや死んだらや、俺がや、もしやっからや。死ななかったわ。今や二人とも子供います。なんでそんなクズみたいなことやってるやつに子供がいてさ、女俺は成人君子の俺に子供がいねえんだよ。意味わかんねえだろ。これをね、俺嘘だと思われてんのが本当に尺に触るんだよ。よっちゃんがさ、酔っ払って勢いで万引きしてさ、エロ本万引きしてさ、なんかセブンイレブン、自分の家の目の前のセブンイレブンで酔っ払った勢いで、俺、万引きできますからつって万引きして、それがバレて、もう俺、警察に捕まっちゃうよ、ジュンって言われて、いや、謝ればいいじゃん。一緒に謝りに来てくんねえって。なんでさ、俺が一緒に謝りに行かなきゃいけないの。で、土下座して許してもらったらしい。本当にすいませんでしたって。じゃあ、俺たちの周りの人を、特にその、地元一緒の奴らを、なんかもう、いい人だと思わないでほしい。ゴミです、僕らは。つい先日も、俺の財布をかっぱらったっつって、抹茶の友達が、なんかこの前、抹茶を含めて、バーベキューかなんかしたらしいのね。その時に、結構仲いい奴だよ。さ、純一に言ってほしいんだけどさ、俺あいつの財布盗んじゃったんだよね、つって。意味わかんないよね。俺、財布盗まれたのを20年越しに聞かれたんだよ。聞かされたんだよ。その、財布の中にプリクラが入ってたんだって。で、その、A君が盗んで、で、その A 君の財布から、今度 B 君がプリクラを盗んで、おい、俺が盗んだからって。もう、盗み合ってんだよ。今、現在進行形で。基本的にちょうだいとかないんだよ。盗むんだよ。俺たち欲しいもの全部。みんなクソ笑ってたらしい。おめえ、なんでそんな。おい、じゃあ今、純一に電話しようって電話してきたからさ、おい、こいつ純の財布盗んでたぞって、ごめんねーみたいな。意味わかんなくない？そういうのさ、言わなきゃいいじゃん、俺に。おい、ざけんなよとか、ならないじゃん。なんでそれ軽く言うの？財布盗まれた被害者に。ひろゆきは大悟用語が決まってる。知らねえよ。俺は最近、その3人の中だったホリエモンがおもろくてずっと見てんだ
ホリエモンとダウンタウンデラックスとホリエモンクソおもろかったよ。だからあいつらはまともな野菜も食ったことないバカだから、ね、なんか俺にとって野菜なんて食うのは当たり前。俺の舌はバカじゃねえから、野菜なんて美味しいなんて当たり前なの。なのにもかかわらず、肉屋だよ俺。肉屋4店舗やってて、ね、その肉屋のインスタグラムで肉あげてて野菜食べてますか？バカじゃん。そんなバカに、なんで俺、言ってやったんすよって言ってた。で、なんか、その後にも、なんだっけな、新幹線で、席倒して、すいません、席倒していいですかって言われて切れたんだっけ。は？知らねえよ、偽善者。勝手に倒せよ、バカって言ったらしいよね。俺も今度言おうと思って、勝手に倒せよ、バカって言ったらしいよね。俺も言うわ。こういう世界になります。こういう世界になるんで、これからの日本は、世紀末。ホリエモンのツイッターが今一番面白いわ。俺の中で、自分が疲れた時に癒しのミュージックとして流してるのは、ホリエモンの切り抜き、西村博之の切り抜き、大悟の切り抜き、武井壮の切り抜き。それがもうずーっと、ずーっと同じようなこと言ってる。もうあった病気になっちゃうぞ、俺。このままじゃ。なんかどちらかで言うと、自己啓発的なことを言ってるはずなのに、どんどん狂っていく。武井壮なんて言ってる。武井壮はいいこと言ってたよ。はい。俺は自分の能力だけで、なんかね、売れたとは思ってないんだよ。はい。2012年の、6月以前の俺も、今の俺と同じ能力持ってたのに、別にテレビに出れたり全然してないんで、それでもそれ以降、なんかね、中井くんたちと出会って、それで、はい、今、こんだけね、好きなようにさせてもらっているんで、能力、自分の能力と、このご飯が食べれるっていうのは関係ないんですよ。だから、だから僕は、他人のおかげで飯が食えてるっていうのは分かってるんで、もう頭、そうでしょ。すごい腑に落ちた、一番。そうじゃない？身体能力が高いっつってさ、テレビとかにいっぱい出てるのにさ、だからって売れたわけじゃないじゃん。それを認めてくれる人がいたから、自分はこんないい生活してるんだって。俺もまさにそうじゃない？俺別にさ、2010年から活動しててさ、特に特殊能力を身につけたわけじゃなくない？特別とんでもない英語ペラペラになったとか何にもないじゃん。でも5年前と今の俺の暮らしって何にも全然違うでしょ。っていうのはやっぱ武井壮の言ってる通りだなと思った。誰かが、まあ、例えば大石さんとかもそうだし、見てる人たちもそうだし、まあ、全ての人たちがうまいね、噛み合わせてくれて歯車の一つにしてもらって、それが世に広まったからね、こんないい暮らししてるだけだって。自分の能力って関係ないんだよ、今の生活の。これ、ひろゆきみたいになってるんですけど、あいつらの切り抜きをそのままみんなに伝えてるだけですわ。俺の意見じゃないよ。そうだなって、俺腑に落ちたの、そこは。でも、最終的に、やっぱり俺はすげえなと思ってたから。より俺が好きになった。武井壮とかを見てたのに、こいつはどうでもいい。俺がすごいってなった。ちゃんと広めて、認められた俺がすげえって、俺すげえってなった。そして俺は、ジャルジャルの動画。まあ、じゃあもういい。じゃあこいつらに、ま、習うことはないって全部、チャンネル解除して、ジャルジャルの、変なくったらない、実は英語喋れるのを、友達が英語喋れるのを気づかなかったやつ、知らなかったやつで安心して寝た昨日。やっぱジャルジャルやなーつって。自己啓発のもとに、まあ、ひろゆき入ってね、大悟入って、ホリエモン見て、あー、おいつらおもろいな、武井壮見て、あ、結局こいつらおもんないわっつって、ジャルジャル戻ってきた。まあ、バカしてるのが一番いいわ。人のためになるようなこと言わなくていいわって。人のためになること言うとピュータンって言われちゃうから、やめようっつって、ジャルジャルみたいな。だから、俺が誕生日で強いとしたんだろうな。今年は変なことしていきますよ、つって。今、腑に落ちたわ。さらに。柔道の石井から武井壮への本気で競技したことないんだろうなって発言に対するアンサーの記事見た。見たよ。でもなんか立派じゃない？あ、確かにそうなんだな。だ大人でしょ。だって石井なんてさ、俺よりとしてたぞ。あいつまだ30ぐらいじゃない？だけど、石井の気持ちもわからんでもない。あいつ金メダル取ってるからね、多分。血吐きながら やってただろうしね。石井聡だっけ。ちょっとやんちゃなんだよ。なんか、金メダル取った時に、もうすぐに俺総合行きますっつって、K1 かなんか、なんか行ったんだよね。変人なの。だけど、俺は、国体理論っていうのがあって、そういう武道とかで、そこまで努力できるやつに、根が腐ってるやつはいない。やっぱ努力できるから。辛いじゃん。首絞められてこんなうわとかやられてさ、ほんと、小根が腐ってるやつはいないと思う。唯一その例外がヘズマね。で、俺最後まで、日本の中で最後までヘズマ流、俺狙われてたのに。狙われてたのに擁護したんだよ。でもみんな、ヘズマは国体出てるよ、つって。国体出るやつに悪いやついなくね？
今うんこちゃん狙ってるよって言ってるのにもかかわらず、あ、ゴミが一番ダニだった時期のヘズマリをただの俺の国体理論だけでまかばってたんだよ。でもさ、そんなになんか悪いやつかな。そしたらすぐ逮捕されてた。その2週間後にこうやって逮捕されてたって。で、お膝から嘘だろって、膝から崩れ落ちた。これは俺の国体理論が効かないだぞ。初めて負けたね。若い見たけど、わし星をあげてないって言ってない、覚えてねえよ。でもちゃんと見せたよ。お前ら病気だよ、マジで病気だよお前ら。でもなんかその件に関してさ、俺過去話してるから、病人だよ。まずそこで直してこいな。ちょっとずつちょっとずつ直してこい。じゃあの叩いてる奴らもガチで言ってねえよな。それでなんかそのなんつうの、俺を擁護しようとして必死になってるお前たちが気持ち悪いよ。叩いてる奴らよりお前たちの方が気持ち悪いよな。言ってる奴ってあの半分ネタで言ってんだぞ、ガチで。そうだよね、ガチで、お前だけだぞ、ガチで言ってんの。正気に戻れ。ほら見ろ。おい、めちゃくちゃいい言葉。本当に自分の人生を大切にした方がいいよって言われてんじゃねえかよ。それ含めて楽しめ。自分の人生大切ですが、こんな事件におっさん内心見ねえよ。頭丸刈りのな。金メダル神、河村隆の給料3ヶ月返上どう思いますか？俺ね、あれ見たわ。その、あれは良くないと思った。あのね、その動画を見ずに、河村が、噛んだっていう情報で、いや、あれ、良くねえよなーって言ってたけど、俺ね、映像見たのね、びっくりした。はいってのも、なんていうの、噛むんじゃない。あれね、ハンバーガー食べてる時のあれ。あれ、ダメ。あれば、ハンバーガー食べてるって言って。あれ、照り焼きチキンバー、お腹減って、俺が、お腹減って、照り焼きチキンバーガー食ってる時みたいに、ガブって言ってたのね。あれはダメ。俺なんかさ、そこ、おじさんなんだからそこまで叩かなくてもいいんじゃねえのかって思ってたけど、あれダメ！あれハンバーガーだと思ってるから。これからみんなって不倫するじゃん。雲隠れすんのってさ、めちゃくちゃ悪手だと思わない？めっちゃ悪いことしたんだ、勘でない。雲隠れしない方がいいよな。いや、開き直ってるじゃなくて、だってさ、極論言ったらさ、家庭の事情なんだからさ、ドラケンの声優なの？あんなに男らしい役やってんのに、ドラケンの声優なんだ。自殺未遂を起こしたんだ。いや、なんかさ、俺、自殺するのが手じゃないと思うな。別に謝ってさ、そんな、もう誰も求めてなさそう。清田と楽太郎と狩野英孝見習え。3回やぞ。3回やって今、ジージー佐藤と野球やってんだよ。そうやって考えるとやっぱさ、YouTuber とかってさ、いいね。本当に、よかった !YouTuber で。よかった、浮気しても怒られないからよかった。浮気して仲間をつけようと思って配信つけて女の声乗っけて罵声浴びせても特に何もなくポケモン配信できててよかった。過去3回それやってて、浮気がバレるたんびに逆切れしててめえ放送で、おめえ放送つけてよ、おめえ俺の視聴者聞くからなこの野郎つって、それでガチャガチャ煙巻いててよかった。よかった、配信やってて女の子に人気なくてよかった。本当に最高。俺でも浮気でガチャガチャ言ってきたら俺マジで手出るかもしんない、配信で。ぬれー話が違うだろうがーって言うかもしんない、これ。お前、俺の浮気で炎上させんじゃねえぞ。ほんと手出っかんな。絶対謝んねえかんな、俺。奥さんにはごめんね。謝るけど、こういう動画で。あげるけど。スーツ着てしょ。いやもう、逆にさ、俺がさ、浮気し、多分、しないけど、俺しないじゃん、浮気しない人だから。浮気しないけど、俺がさ、浮気したっつってさ、スーツ着て謝罪してたら、お前ら笑うだろ。いや、これネタでしょって。逆に謝るわ、じゃあもう。おもんないから、普通に開き直っても。ちゃんとした謝罪動画撮るわ。俺。もし俺が浮気したら、いや、高いスーツ買ってきて、もう襟を正して、ネクタイ締めて、この度は、僕がね、報道に、スポニチの、報道にあった通り、まあ、スポニチぐらいしか取り上げてくんねえだろうな、俺の浮気なんてな。あいつらバカだから取り上げてくれっから。俺がブラシやめたぐらい取り上げてくれっから。もうズブズブなのね。ね、スポニチさんの報道であった通り、僕の不貞で、ファンの皆様、並びに関係者の方たちに多大なご迷惑をおかけしまして、本当に申し訳ありませんでした。で、俺ここに死ねって書いておくからね。あの、カイジの声優のさ、あの、皆殺しって書いた。俺ここに死ねって書いて、深々と礼するからね。最大で何人同時に彼女いたことある？でも2人までだよ。そう、2人までって決めてさ。しかもでも最近はマジでない。ここ10年、一番最後に彼女2人いたのは、ほんと15年ぐらい前だよ。
俺浮気はしないんだよ。その並行して、あ、でもいたな、そういえば。でも期間はめっちゃ短い。で包丁持ってこられたの。もう本当に殺さなきゃいけないって言われて、待てって、俺が殺したら誰がお前を幸せにしてやるんだっつった。4年ぐらい前になんか包丁持ってこられて、待て、俺今お前が俺を殺したら誰がお前を笑顔にしてやれるんだ。ポロンつって、ジュンちゃんって、まあ、ラブジェネだよね。あそこ映像残してたらとんでもないことになってたろうね。アベマあたりがもうとんでもない額で買ってただろうね。コロンって、そう、本当は、じゃあ、ごめん、嘘つって、本当は、おめえが包丁持つんだったら、俺も抜かなきゃいけねえ、つって、そう、手袋外したよね。おい、俺がこの手袋を外すってどういうことがあるか。ボクサーがグローブを外すのと一緒だからな。こうやって、お前が持つなら俺も抜かなきゃいけねえ、つって、こうやって、外したよ。拳を握った、こうやって。どこまでが本当なんですか？ちなみに今の話はなんか忘れちゃったけど、違う、思い出した。そうだ。最低な話していい。もう嫌いになっていいです。今日もブー押して帰ってください。デートしたくて、その時付き合ってた女がいたんだけど、でも、外したくないじゃん、男って。だから、彼女に、俺さ、鉄板焼き食べたいんだよね。ちょっとリサーチしてくんないっつって、リサーチしてもらって、女目線でいい店リサーチさせて、その彼女の約束ドタキャンして、その浮気相手と行って、彼女と二人で新宿行って、で、ちょっと俺この後、打足さんと会うから、つって、なんかそれ打足さんのせいにして、二人で飯食って、エッチして帰ってきて、それがバレて、包丁持たれた。本当に殺さなきゃわかんないの、あんたは。人のせいにした挙句に、バレた、それが。ゴミだろ。でもそれで、俺は改心して、あ、本当に良くない。このままじゃ俺は、ダメになってしまう。でも、もちろんボランティアも始めたじゃん。女性が社会で、やっぱ生きていくための、どうして方がいいかっていう活動も始めたわけじゃん。なんでバレたの？匂い。なんか、純ちゃん、精子の匂いがするっつって。すげえ、精子の匂いがしたの。2、3回してさ、風呂入らず飛び出してきたからっしょ。なんか、すごい精子の匂いがするっつって。手から精子の匂いがするっつって。そうかな？別にしないけどね。手から精子の匂いがしたっしょ。俺の。みんなも気をつけた方がいい。手から精子の匂いがするかもしれないから、こうやって洗った方がいい。女って鋭いからね、マジで。マジかよ。俺手から精子の匂いすんの？オナニーしたって言いたくないじゃん。恥ずかしいじゃん。あとさ、そのなんか同棲とかしてさ、オナニーのことを咎めてくる女、本当に俺もう、どうにかした方がいいと思うんだよね。なんでさ、2年ぐらい経つとさ、あいつら開き直ってさ、オナニーのことを咎めてくるんだろうな。俺お前よりオナニーの方が大事なんだけど、言っちゃったことあるもん。なんかゴロさんの時もなんか言われて、寝てる横でオナニーしてたのね、俺。寝てる横でエイブ見ながらオナニーしてたのバレねえだろうと思って。そしたらさ、なんかすごい気持ち悪いですって言われて。おめえさ、おめえがさ、どういうさ、お前さ、人間がさ、生まれてくる仕組み知ってんのか？お前ちょっと、お前解剖生理学の教科書持ってこいって。人間はな、精子と卵子が、こうやって、精子が、ね、月に一回、その排卵が行われる日に、たまたまタイミングよく、おめえの父ちゃんがな、射精した3億匹の精子が、すげえ、こうやって、いっぱい泳いで一生懸命やって、着床して初めて人間ってのはできるんだよ。なんかその、性を否定するな。なんで性を否定するの？そうだね。いや、お前、オナニー否定してくる女って一番ゴミだよ。だってさ、同棲してたらさ、自分で金払ってる家でオナニーできないんだよ。考えられる？みんな。みんなってさ、家賃自分で払って一人暮らししてる人いるでしょ？家賃自分で払って一人暮らししてて、オナニーできないんだよ。オナニーするために生きてるじゃん、俺だって、我々って。いや、マジでこれこうなるから。考えられないでしょ。しかも、オナニーって、1分前にはしたくなかったのね。1分前にしたくなかったことが急に訪れるんだよ。絶対に女性は、男性のオナニーを咎めちゃダメ。本当に解消なら女だったら、1日10分コンビニ行け。で、お前どうせあれだろうな、携帯片手にオナニーしてるじゃん。で、ちゃんと今から帰るけど、何か買ってくるものある。マジで1日10分本当に男に時間あげた方がいい。絶対必要だよ。じゃなかったらもう無理。いや、これ本当に大事なことです。隣でしてることに肝がられてる。なんで俺の、お前俺の家で俺がどこでオナニーしよう関係ない。てめえが出てこんだろっつって思ったもん。なんでこうやって、俺はさ、これ座りながらオナニーできないからさ、寝て足ピンしてさ、肛門に力入れてさ、こういう向きじゃなきゃオナニーできねえんだよ俺は。下げんだてめえ、ぶっ飛ばすぞこの野郎。って俺思ったね。なんで俺がこうやってさ、風呂、トイレとかでこうやってやんなきゃいけないの？俺、肛門に力入れて足ピンしなきゃできねえんだよ。てめえ、俺のオナニーを邪魔すんじゃねえぞ。だからさ、いや違う、あいつの隣で、俺がオナニーしたんじゃねえんだ
俺がオナニーしてる隣であいつが寝てたんだよ。出てけよ。俺がオナニーしてんだからここで。思わない？そもそも考え方逆なの。俺被害者なの。なんで俺が金払って俺の家で住んでさ、オナニーの場所がどん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 狭まれていくの。これマジで大事だぞ。これさ、俺がなんかネタっぽく喋ってるから、みんななんかはははとか言ってるけど、これマジで同棲したらお前らも本当にもうむちゃくちゃわかるから。絶対我慢できない。俺タバコ我慢したけど、オナニー我慢できないもん。絶対無理だよ。オナニー is life だよ。ノーオナニー、ノーライフだよ。俺はだからみんなのオナニーを咎めないじゃん。俺がお前らのオナニー咎めたことある。お前らオナニーするなんて最低だよな。まずオナニーって名前が語感が良くない？可愛くない？俺ひらがなで書くのね、俺はオナニー。俺子供に名前つけようかな、加藤オナニーって。どうする？可愛がってくれる？俺が子供にオナニーって名前つけたら。どうせお前ら差別するんだろうな。そういう性をないがしろしてるから。加藤を何にしようかな。じゃあ、加藤何は？加藤何？加藤何にしよう。普通に何っていう字で。いいじゃん。加藤何？何くん。クソいじめられそう、女の子で。おい、オナニーとか。おい、加藤オナニー来たぞ！オナニーしろーって言われるんだろうな。でも安心して。そしたら俺がぶっ飛ばしに行くから。てめえ、うちの娘いじめたの誰だ？おい、お前今配信してっかんな、お前。おい、お前配信中だぞ、お前。って俺行くかんね。俺、前乗り込んでけ。おい、てめえ、おめえ誰だ？おめえ、今、お前、配信してっかんな、お前。おい、YouTube で配信してんぞ、お前、お前。って言いながら。覚悟しとけよ、てめえ、俺の何いじめたら。いや、いじめるやつが悪いだろうが。なんでいじめんだよ。ヘズマに行かせっかんな。行ってこいっつって。お前、俺の何いじめるやつ行ってこいっつって。おしっこしてこい。オナニーしに行くわけじゃねえからな、おい。今、俺がオナニーしに行くみたいな空気になってんな。罰が悪かったわ。まず俺一人でもうパソコンがつけられなくなっちゃったのね。恥ずかしながら。俺ちょっと相談があるんだけどさ、みんなからしてみたら信じられないでしょ。俺パソコンのインターネットのつなぎ方わかんなくなっちゃったのね。鎌田にやってもらってんの。OBS 使い方わかんなかったのね。俺このままじゃさ、もう、ここが俺の墓場だなと思うんだけど。これ以上の進化を遂げたら YouTube が、俺は、もう、ついていけなくなります。で、本当に携帯の使い方もわかんなくて、本当にわかんなくて、相談したら、加藤さんはね、プロがだよ。楽々本の方がいいのかもしれないって言ったら、俺楽々本買うわ。ごめんね。引かないでみんな。11年7ヶ月、iPhone 使ってました。今も iPhone X 使ってます。次、俺楽々本にします。ネットの繋ぎ方もわからない。Twitter のリプランの見方がわからない。俺これ誰のことなの？俺だ、緑さんになっちゃった。俺緑さんになりかけてる今。あ、こういう風にあいつも置いてったんだなって。だからパワーで頑張るしかないんだよ俺。俺は子育てとかもパワーでやるしかないの。やらーとか言って。みんながさ、パソコンで知的に子育てしてるだから、このやらーってやるしかないのね。昭和パワー系子育てしかできないの。大丈夫かな？加藤、俺も稲妻11買ったけど操作性難しくて吹雪仲間になった。ジェミニストームからクリアできる教えてくれ。あ、ね、おじいちゃん、向こう、そのうちね、3時ぐらいになったら暗黒放送始まるからそっち見に行ってね。俺今若者と、あんたみたいなおじいちゃんとは俺、あんまり友達になりたくないんで。そろそろオナニーの話に戻せ。疲れちゃった！オナニーをみんなに熱弁してたら、今日ネジキ想像以上に早く負けたからパワークソ余ってたし、3時まで喋っちゃった。最近こういう不毛な枠多いな。有毛である必要なんてないんだ。不毛であれ、お前らも。こんなかっこいいサムネイルで。もう一回だけ挑戦させてください。いや、てめえらの協力なかなかいらねえよ。関係ねえよ。別に俺勝手にやらないんだ。俺中指立てたらサムネイルするわ。こうやって。いや、ネジキやるけど何かっていうタイトルで。反省してまーす。っていううっせえ。言うたもん。結局、大悟さんは学校で何を学んできたんや。勉強して大学行って何を学んできたんや。いっぱい本を読んで何を学んできたんや。学校行って勉強して大学行っても人の命を軽く考えるんやったらそんな学校行く意味あるんか。お前学校行け。学校行ってその意味を習え。学校で教えてくれるから人の命の大切さって。世間に問いかけるな。お前自ら行動して、お前中学生だろ。お前中学生で物心ついてんだろ。お前小学生の時みたいな甘くねえぞ俺は。学校行ったら教えてくれるから習え。バカだね。学校行ってねえからわかんねえんだそれが。学校ので何を教えてくれるか。行ってみろ学校。黙って。教えてくれるから。絶対、あいつ、いい YouTuber になってきたな。そういう鼻が利く YouTuber になってきた。より人みてえな。そういうなんか、これこれとかより人系になってった。そういう進化の系、あれを辿ってんの。ここぞとばかりに。だからそういう炎上に首突っ込んでって、ネタにするみたいな。
だそっちのルートに派生してたんだ。じゃあまあ将来は安泰だな。才能が開花し始めてるんだ。柴田の後継者なんだ。いいな、なんか柴田には後継者いっぱいいて、歌えるとかいるじゃん。お前俺なんていなくなったら地区の坊やぞ。髪型一緒だし。兄貴、俺地区にあれすんの、継承するの、この加藤純一イズムを。恥ずかしいんだけど、お互い坊主で。ゴルゴ松本のようにさ。じゃあ俺は、いいね。そっちに枝分かれしてったんだね。数々のあまたあるルート。アイドルルートを脱線して、なんかその、アンチヒーロールートも脱線して、俺はじゃあゴルゴ松本ルートで行こう。俺は今から雨上がり決死隊の解散会見見たい、寝るんだ。それ見ながら。それ見ながら宮迫博之バカにしながら寝るんだ。こいつバカだよね、冷えてるかって言いながら。隣に、で、アスカキララの動画流して、アスカキララと二人でこうやって見てるふりするんだ。あいつ冷えてるねーって言いながら、シャンパンでも飲みながら。俺知らなくて配信してたんだ。俺がネジキで苦しんでる間に、ヒカキンは本田翼とイチャイチャして、宮迫はテレビに復帰してたらしい。俺があんないじめられてたのに。俺がちょうど、ひるまされた時に、フジモンが泣いたらしい。なんで、宮迫博之なんか自業自得なんだからさ、俺がひるまれたことに泣いてくれよ、フジモンは。俺の方がかわいそうだろ、絶対。ねえ、絶対俺の方がかわいそうじゃない？あの理不尽なさ、ユーにこと書いてさ、あんなよくわかんねえフローゼルの滝登りにひるまされてさ、泣きたいのはこっちなんだが。絶対俺の方がかわいそうだよな。フジモン、俺泣いてくれよ。俺フジモン大好きなんだから。フジモンは、宮迫のせいで大好きな雨上がり消したが亡くなったって泣きながら攻めてた。いや、もうそんな、いいじゃん。フジモンは、フローゼルのせいで大好きな加藤純一のネジキが負けたことに対して泣きながら攻めてた。いいじゃねえか。ファンデータ出して。ワンピース読んでますか？ワンピースの正体って何だと思う？本当にこれ今心底から思ったら子供は寝なさい。ちょっと。今深夜の3時なんで。ワンピースの正体って何だと思うって、中学校3年生とか高校1年生とかなんだぞ。もう36にそんなこと考えさせんじゃねえ。知らねえよ。俺たちはただ、よだれ垂らして待ってるヒナだ。よく言うんだよ。エイペックスの新しい新シーズンについてどう思いますか？ヒナだよ、俺ら。口開けて待ってて、口の中入れられたものを咀嚼して飲み込むだけ。ワンピースの正体って何だろうなんて考えたことねえよ。ワンピースの正体ってこれだったんだーって咀嚼して飲むだけ。出された料理を食うだけ。考えさせるな、俺に。本田翼とヒカキンがコラボでイチャついてた件について触れれば触れたよ。なんで俺がネジキにボコられてる時にあいつらは、イチャイチャしてんだっつって切れて、28連勝まで俺が本田翼とイチャイチャしてっから、ヒカキンの方が年下なんだから代わりに28連勝まであいつが勉強してバカみたいにネジキやって、それでセックス一回、2、3発射精してから28連勝して、2時間もあればな、いけるだろ？で、俺が帰ってきて、それで俺がネジキやればよくないって言ったよ。で、そうだねっつって大団円になった。そう、今度からそうしようねって。俺がだから2時間、まあね、本田翼とイチャイチャするんじゃん。で、その間、ヒカキンが、はい、今日は、加藤さんの代わりに、この、金ネジキを、やっていこうと、思います。それでは、始めます。やればよくない？見たよ、そんで、俺。ヒーって言いながら、ここで自撮り撮って、俺が、こういうバキバキになりながら、で、みんな、で、これ最近で角位置撮るためにはさ、シャドーボールだよね。俺、あれ、ほんと二次元中継してほしい。あの、天国と地獄を。ねえ、これさ、最近で当たる前にはさ、シャドーボール当ててさ、特防を下げるタクト、待って、でもさ、これさ、神通力で、ひるませるのと、一方その頃、へぇーって、本田翼さんが、隣にいると、人は、こんなにも、照れてしまうんですね。この顔してた、一番、世界で一番、イラつく顔してたよ。そんで、その後、ゴリゴリに番宣させてた。本田翼が出したアプリやらされてた。それで俺は正しかったんだ。俺がネジキと向き合った時間は無駄ではなかったと思った。あれ緊急事態宣言前に撮ったんだ。いやでも俺本田翼だったら緊急事態宣言中でもデートするからな。ごめんな。でも男でそれそれごめん。そっちの方が緊急事態だもんだって俺。ごめん。俺非国民になるかもしれないけど、コロナよりそっちの方が俺緊急事態になっちゃう。加藤さんはなんでキモい信者やしつこいアンチが一人よりも多いのですか？加藤さんはなんでキモい信者やしつこいアンチが一人よりも多いのですか？やっぱね、いいコンテンツっていうのは熱狂的なものが生まれやすいのね。自分で言うのもすっげえ恥ずかしいんだけど。いや、マジでそうだよ。いいコンテンツって熱狂的な信者と強烈なアンチが生まれるのね。いや、マジ、絶対そう、絶対そう。例えば、赤色とかさ、フロムソフトウェア社の作品とか、いや、絶対そうだよ。普通じゃねえから。エヴァとか、信者キモいでしょ？阪神とか。で、コンテンツとしてやっぱ優れてるからじゃない？
何にも優れてなかったら話し合いの場も持たれないでしょ。特にこういうサブカルっぽいやつらって社会知らねえ、なんかそのネットが全てだみたいなやつらを俺今総囲いしてるから、ライト層囲ってないから俺は。そういうドブの溜まり場にギリギリ生きてるオタマジャクシみたいなやつらをガバーって囲ってるから。でも俺のライト層って他の配信で言う信者ぐらいありそう。だって本当に最悪加藤さんのためなら人殺しますってやついっぱいいると思う、本当に。いや、マジで、もう最悪俺殺しますっていうメール、なんか来たことあるもん。もう本当にいいっすよ、もう最悪俺もう無所行くんで、加藤さん何時俺殺しますよ。で、俺全然ライト層だよって、まずこの3時40分に、俺のメインの配信サイトじゃない、ツイッチまで来てる時点で十分信者だから、特に何をやるよって告知してるわけでもないのに。もう自分の意思で、あなたたちはここにいるわけよ。もう自分の意思以外にたどり着く必要、方法はない。もうライト層じゃないのね。でも、だからそれが俺のいいところじゃない？あの、普通と違った方が良くない？俺はそういうコンテンツがいいコンテンツだと思ってるからこういう風に形容してるけど。自分がそういうのを見たいから。何にも刺激がない、ぼーっとした日常よりさ。いつかそうなるけど俺も。近い将来。近い将来って言ってもまあ40まではならないけど。しかもそういう人が集まるところってさ、あの、多分お金いっぱい集まるじゃん。だビジネスっていう観点からしても、俺は美味しいじゃん。楽しくて、金にもなるって最高じゃない？それを捨てる理由がなくない？やっぱ俺テレビ見ても面白いと思わないから、暗黒放送とか見て面白いなと思ってたから、手放す理由がない。そっさだとかな。ナオコ見せろとかやっぱ言えないじゃん。本当にさ、おととし死んださ、母親とか平気でこうやって出せるコミュニティになりたいじゃん。これうちの、もうあれしようかな。なんか俺怖い。今度からさ、カンガルーみたいな感じでこうやってやろうかな。こういう風に出せしようかな。常に。いいことじゃない？別に悪いことじゃないじゃん。お母さんのこと俺大好きだったし。うん、T シャツも作ろうかなと。言ってたよ、よく。俺さ、なんか10万人くらい集めたらさ、多分とんでもない、どえらいことになると思うんだよね。その輪の中心にいたいんだよね、って言ってたじゃん、俺。5年くらい前に。で、今その輪の中心にいるけど、とんでもないことになってるから、まあまあ面白い。嫌なこともあるけど、面白いことが多いよ。やっぱり。飽きないよ。本当に。こんな刺激はなかなかない。老けちゃうと思う、俺。脳みそが一気に。配信やめたら。すっごい、謹慎してる時とか、実家に帰ってる時って、信じられないぐらい、顔が、なんていうの、穏やかだもん。で、東京帰りに行く時は、もう赤札が来て、戦争行く時みたいな顔になってる。実家帰ってる時は、こうやってこういうだけ、なんていうの、口角とこのね、パンダみたいな顔してるけど、もうアクアライン通り過ぎた時くらいから、もう、こういう顔して運転してる。スラムダンクの映画もマジで楽しみだよ。何？どこ？完全オリジナル？愛和学院との戦いってこと？ハードル上が、三能戦？あ、そっか！アニメでやってないわ！打ち切られちゃったんだ。両南で終わったわ。アニメって。だよね？三能戦やんの？じゃあ、あの、ウィからやるの？あの、両鎮と桜木の、クソいいじゃん。三能戦だと絶対もう鉄板よ。絶対見た方がいい。そっから見てもおもろいから。え、めっちゃいいじゃん。見てー、もうてか映画じゃなくて単行本で見て。いや、鳥肌が止まらん。やば。俺今、この、これでも、やば。気象。長嶋茂雄が亡くなるのと、鬼屋が亡くなるのどっちが悲しいですか？鬼屋ごめん。長嶋茂雄の方が辛いです。鬼屋は、最悪俺じゃなくて光でもいいから。ヒカルに挨拶しようと思って、渦祭りの時に、ヒカルに仕方されたから、思った以上に冷たかったから、ラファエルのと一緒にコラボしてたから、ワンチャンヒカルファミリーに入れるんじゃないか、出世街道乗れるんじゃないか、つって楽屋に挨拶しに来て、ヒカルは、うん、目も合わさずに、俺が、あ、よろしくね、って言ったから、こいつだ、つって下、よだれ垂らして、俺のところに来たから、俺、信じてないんで、長嶋茂雄です。もちろん。あの時の顔忘れてないんで。誰だったんだ、カモノハシかなんかと、じゃあ加藤さんに挨拶しに行きましょうとか言ってた、誰だっけ。ヒカルがダメなら、じゃあ、多分、そのね、よく、刑事さんがさ、ランク付けされて、上から順々に挨拶しに行ったんだろうな。モコウは手名付けてたから、その時点で。オニアは俺がオワコンになったらコムドットの下につく。あいつコムドットより年上だろ。下につくも何も、あいつの方が年上なんじゃないの？もう何その、パンサーの、あ、パンサーのあいつみたいな、多かった、バンサー多かった。あ、そういう域まで行ってんだ。コムドットなんだ、俺の次は。俺はあなたのこと一番尊敬してます感出すの前じゃん。モコウの前では、もう本当にモコウさんが、
もう世界で一番なんで、みたいな顔してんだけど、俺がイースって入ってくと、いやもう本当の、でも宇宙で一番が来ました、みたいな感じ出すのね。あれ、モコとオニアめっちゃ仲いいじゃん。で、オニア、モコのことすげえ慕ってるじゃん。もうみんなにそういう顔するから。繁盛だけだから。なんかオニアが、ちゃんと下げすんで見てるの。あいつでも、俺だから繁盛応援してんだよ。繁盛がオニアのチャンネル登録者数に抜いて、どういう風に、もしかしたら繁盛の下に着くのかもしれない。そうなったら。俺はそれ見てるから、俺がその第一線から退いた後の勢力図に期待。モコと横山緑が溺れたらどっち先に助けました？モコだっつってんだろ。理由はあいつの方が動画が伸びそう。だからその二人が溺れてたらめっちゃ面白いじゃん。で、おそらくもうだから、携帯の充電器もねえから、どっちが再生数伸びるかなって。まあ、モコだったら2、30万じゃねえな。あいつもアベレージで30万ぐらい取ってるから、俺はあいつの動画見てるからわかるけど。で、そんなモコが溺れたらおそらく100、200は硬いでしょ。ってことは、広告単価が 0.3 万円だとすると、60万。あいつを助けるだけで俺に1日60万入ってくるのね。で、みどりさん、硬いみどりさん。なんか、リナリナを助けたいみたいな動画でコラボしたんだよ。有名な、レベゼン地球のやつと。なのにもかかわらず再生回数が9000再生だったのね。ってことで、広告単価が 0.3 円だとしたら2700円。あの人助けて動画で撮っても2700円しか儲かんないの。よって、モコ。すぐ助けるから。なんなら、みどりさんの顔をこうやって踏みながらモコを上げろ、こうやって。ちゃんと、俺がよく映るように。本田翼見て、俺、溺れてる木工で、だけど、俺の決め顔でこうやってあげるから。で、編集でダリーから、みどりさんは編集で消すわ。でも、リアルに今想像したけど、みどりさんが溺れてたら、ちょっと笑っちゃうかもしれない。木工が溺れてたら、木工ってなるかもしれないけど、みどりさんが溺れたら、みどり、加藤ブクブク加藤ってなったら、ちょっと、1秒は味わうかもしれない。ちょっと待って、1回これを、ちょっと楽しんで、すぐは助けないかもしれない。そこに1秒のタイムラグが発生しちゃうかもしれない。一瞬、でも1秒は楽しんでから行くってなっちゃうかも。動画回すか動画回すかって、おダメだってなると思う。じゃあ、本田翼と僕が溺れてたらどっち先ですけど、本田翼と僕を溺れてて、僕を助けるやついいね。本田翼助けるだろ。そりゃそうだろ。溺れてなくても。溺れてる木工と、リムジン乗ってるホンダ翼でもホンダ翼の方に行っちゃうもん、俺。そうだろ。リムジンと溺れてる状況でも俺そっち行っちゃうよ。マカーって言いながら。一応偽善は打っときたいじゃん。好感度上がるから、助けるふりはしたけど、マカーって言いながら俺はリムジンガチャってあげて入るから、パターンって。ヤコさんの YouTube 見てるかな？今一番見てるかな？理由はおもろいから。YouTube を勘違いしてるのがおもろい。あの人 YouTube ってこうなんでしょう？勘違いしてるから、一人だけ。あんなにリサーチかけずにやってる人ってなかなか俺かミヤコさんぐらいかじゃん。私は今日ポケモンカードを買いに来たの。でも売ってなかったの。だからコナンのカードを買ってみたの。私は実を言うとコナンのアンチだったの。理由はご飯を食べている時に頭を悩ませるからなの。って言って動画が終わってた。俺はずっとこれ見てた。何言ってたこいつと思いながら。勘違いしてるのがおもろいな。なかなか女の子のさ、動画をさ、面白目的で見ることってないけど、奈良子さんは正直面白目的で見てる。可愛い7割、面白3割。俺だからね、メイプルでこの前共演した時に聞いたの。奈良子さんのこれって、なんか作家さんとかがいたりして、それでこういう風に狙って撮ってんのって聞いたのね。本当に気になったから、いや、違います。私は撮りたい動画を撮ってるって言ってた。撮りたい動画を撮ってますって言ってた。あれが撮りたい動画。俺、あんたは天才だって言った。あんたこそが、この世を変える人間だ。だってそんなね、配信外のことなんてさ、別に嘘つく必要ないじゃん。言っていいかわかんないけど、別にポジティブじゃない。私は、ただ撮りたい動画を撮ってるって言ってた。物語口調で。なんか、ナレーションしてた。で、なんかその時、ジャルさんもいて、あ、この人が、ムラッシュのボスなんですねって言ってた。ジャルさんのことを社長じゃなくてボスって言ってた。俺、そういう、なんかそういうやつに養われてんじゃねえか、こいつと思いながら。あ、ムラッシュのボスに会えて、私、嬉しいですって言ってた。ジャルさん、どんな顔してた？笑うだろ、そんなの。笑うでしょ。俺がだって笑ってんだ。そうなんですよ。これ僕のボスなんですよ。だから、本当にボスだと思ってるから、だから、みやこさん、タレントさんなのに、先にエレベーター入ってボス待ってた、こうやって。ごめんなさいって言いながら、一番先に行って、こうやってボスだから、ボスが来たと思って、こうやって、エレベーター開けてたよ。だから俺はみやこさん好きなんで。配信外でもおもろいから。でも本当に、なんか偉そうな、一ファン目線で言うけど、みやこさんと結婚する人は幸せになるよ、絶対。あの人、太陽みたいに明るい人だから、
ああいう女と、見た目だけじゃないよ、中身で。ああいう女の子と結婚した方がいい。変な悩みとかなくなりそうじゃない？ねえ、今日はカービィを飛ばしてみようと思うんだけど、どうかなって言われたらさ、もう開いた口が塞がらないじゃん。へえ、いいんじゃないかってなるじゃない、なりそうじゃない。もう口答えできないでしょ。いいんじゃないかな、カービィ飛ばしてみりゃいいんじゃないかな今日は。だから俺はその好きって言ってるのは、その俺はね、見てくれだけ好きって思われてるのが嫌なんだよ。俺10年間ずっとやっぱり好きって言ってるのは、やっぱそういうそのなんか突き抜けた明るさみたいなのを持ってる女が好きなんだ俺は。北斗晶みたいな人、本当に北斗晶、伊藤麻子、ミャコもうその3人かな。北斗晶さん、伊藤麻子さん、ミャコさん、うん、あと渡辺直美ちゃん、あと浜口京子とか、そういう性格がそういう人がいい、ほんとに。京ちゃんの奥さん、レイカちゃんもマジでそう。めっちゃ明るいし、ほんとに気が利く。バレンタインデーの日かなんかにたまたま飯食い行った時に、2年ぐらい前か、うんこちゃんこれって京ちゃんから渡されて、何って言ったら、いや、なんかバレンタインだから、レイカが、友達にあげて、つって持たされた、つって。そういうのってさ、むちゃくちゃいい奥さんじゃない？嫌味がなくない？しかも一回きりじゃないんだよ。なんか、北海道行ってきたから、これ、なんかみんなにあげて。俺だけにやってるわけじゃないから、全員に、あげてーって言って、すごい感じよくない？そういうのを、できる女の人ってなかなかいないから、本当にあの人あげまんだと思う。それをさ、頼りにならない？相談できるじゃん。これどう思う？田舎のすれてない感じ。で、だから俺はいつもレイカちゃんを褒めてるのは友達の奥さんだからっていうのもあるけど、普通に女性として、もうすごいの。本当にすごいの。だから幸せになるの。ああいう人と結婚すると幸せになるの。で、京ちゃんが死んだら俺、レイカちゃん狙おうかな。太りすぎて死んだら俺が、レイカちゃん狙おうかな、じゃあ。今の京ちゃんがあるのは 50% 京ちゃんのおかげで、50% はマジでちゃんとレイカちゃんのおかげだと思う。加藤純ちゃん、幕末史上超えたと思いますが、俺が幕末史上超えたのは2015年の夏、鼻毛の動画上げた日。あそこで完全にまくったね。前日までは負けてたんだけど、俺が鼻毛をバーって抜く動画で、もう完敗奴ら。それ以降、もう俺逆らわなくなった。